そのヒーローズじゃなくてビルダーズ、うーん、なんだっけ、上の方に、もうちょっと上の方じゃなくて、はいはいはい、なんだっけ、ゲーセンにあるあのカードゲーム的なノリのやつ、あ、なんかそんなんあんの、うん、ドラゴンクエスト、なんかそういうのあったんだよね。あ、そういうのはあんだ、うん、だいたい不思議のダンジョンとモンスターズ、イタスと、うん、歩くんです、これよくわからん、スラモリ、うん、バトルロード、ヒーローズ、バトルロードだ、あー、携帯アプリも結構いろいろあるんだ。というわけでね、トジロさんにはね、うん、あの試練をやってもらいます。試練か、あ、あのね、あれ、右で、下、それ、星、お気にショートカット作っといたから、よくやるゲーム入れといた。試練だ。いやー、途中だ、僕ね、うん、一番むずいダンジョンクリアしました。あ、ほぼ運、マジでマジで、でも本当に運なんだよ。麻雀と一緒、このゲームは、あの知識と運、麻雀と一緒。あ、上だね、俺もだ、見てみ、あれ306回だぜ、もうあれね、フェイだけで100回以上余裕で死んで、やっといいランス引けたんで最後、トジロさんの試練でーす。お、いきなり飛脚いる。ただ開幕なんでアイテム持ってるわけもあらず。とりあえずはトジロ、あのフェイの問題ってわかる。うわ、積んだね。最初からこれかよ。まあ、杖次第かな。いやでもきついかな。その場にとどまるのとか、あ、向き変えんの。向き変えんのは Y をしながら。そうか。そうそうそう。これちょっときついっすね。乱数悪すぎる、これ。杖が何かかな。あ、吹き飛ばしか。投げちまったな。これ罪ですね。投げると消えちゃいますよね、杖は。そうなんだ。フルなんだけど、結構間違えちゃうんだよね、それね。あ、でも頑張ってる。あるぞ。あ、よかった。これ最後よかった、もういきなり、うん、もうピンチ、速攻でしたね。四角いつぼ、もっかな、うん、お、いいね、お、拡張、あ、これ足踏みがいい、うん、フラフラしちゃうから、もう一回踏んじゃって、うん、そうそうそう、なんか来てるし、いるね、待って、俺さ、うん、またあれ、あ、お、よかったね。木工とはいえ盾だぜ。序盤はかなりいいと思う。いいっつうとあれだけど。これ何なんだっけ？あ、うん、早めに飲んじゃった方がいいよ。5ポイント回復するし、胃袋も。剣がないのは勘弁してもらって、うん、まあね、割とまあ1回だからね、割とね、5回ぐらいまで出ないのはあるから、あの今回モンスター出すぎじゃね、多いね、いい乱数引いてますね。レベルは上げやすい。いいね、あ、おお、いいね、巨大おにぎり、そこで引けるか、ドラゴンズ勝った。どうかな。マムちゃん。お、ケチだ。金がねえな。金がねえんだよね。ケチね。やだ。もう即装備じゃ。これはだいぶありがたいですね。15本は結構いいね。うん。こっちが。お。まあまあまあ、可もなく不可もなくかな。縦、うん、拾えたのはでかいっすね。あれちょっとメニュー開いてもらっていい？
縦3だよな確かこれ。あま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 あぼちぼちだな。壺をちなみにちょっと見てみた。あー押すかー、3分の1。これはねなかなかいろいろあるんですよ、うん、まあでも今言わない方がいいな、わかんねえべだってまだ。そうだね、うん、これはなんかあのトドが出てくるやつは、あそっか、この間やった時トド出てきたんだっけ。あと2つありますんで、うん、オス系はそう結構だからそうオスか入れるかで絞れるんだよ、うん、そこはすでに。あなるほどこっちの壺かって、うん、まあ、入れるの方はすげえいっぱいあるんだけど、オスは3種類しかないから、うん、あーでもフェイだと2フェイ以外だと2種類かな、どうだったかな。フェイはやたらとアイテム多いかんね、ドス助けアイテムが若干、あ坊やね、動きに注意やこれは。おうまい、いいよ、うん、いいね、あめんどくさいものが、罠が増える罠、なんだよ罠が増える罠って。お剣出てきたぜ、仲間きいいね。まあぼちぼちだな、まあスターターキットみたいな感じだな、うん、とりあえず、うん、あー大根嫌なやつ来たな。おいいね、おい巨大おにぎり2個はやばいぞ、開幕持ってるね、拡張もあるし、うん、したしなんか、とりあえずデロデロ踏まなければ、お出たな腹減り装置、あーよかった。まあ木工だしな、そうなんだよね、そこ通るとき剣外した方がいいよ、剣は錆びるから。うん一本だよな、うん一本、オッケーオッケーで品押しっすね、まあ、動くときもあるよね、そうそうそう、あれがねーめんどくさいんよ。天狗ちゃん、あ物がちゃんと、まあこれは正直ありがたい、罠としては。うほほほほ、ああそういうことね、そう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 、ちゃんと見えなくなる。あーこれねワンチャン壺がね割れちゃうからね、うん、あんまり踏まない方がいいんだが、この位置はちょっと無理か、この位置は斜めでいけねえよな、あれさてさて、いけんのかな橋は。お縦あんね、鉄鋼、あー飛行いいね、素晴らしいよ飛行は。じゃあ足踏み、あのあれだね、踏むっていうのが出んだよ、あの、うん、あっこでメニュー開くと、おおバネいっぱいあるね、あ、いいね、最強。いいね、まあ、そうそう、5上がりますね。ここで飲んじゃうかね。うん、そう、ちょっと取った時点で飲んでいい、本当に、この辺は。力とかは。あ多いね。あとね、飛行の盾にするとね、スタミナの減りが2分の1になります。今、木工の盾でしょ 1低くなるけど、腹減りがあの2分の1に抑えられっから、あの飛行がいいね、うん、で敵が近くにいた時に木工に変えてもいいかな、うん、ターンに余裕があれば。ただね1だからそこまでは変わらないね、飛行も木工も基本的に飛行そのまんまでいいかな、うん、バネ作動するのはさすがに、てかバネ多いね、いやそれダメだ、斜めで行けないかな、端んとこ。そこ、横から行けない斜め。うん、そう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 。その位置にでもあれ、卑怯だね。うん。だいぶ卑怯。うん。あ、坊や。お、来たな、うん、この段階だとまあ強いな、まだ、うん、いいね、これはねとりあえずね7回あたりでね使うといいかな、死の使いが出てくるからあの辺から使うといいかな、
死の使い強えからやべと思ったらもう躊躇なく行った方がいい。死んだら全部なくなるし。あいつたまに飛び道具出すから気ぃつけな。ツボかな。おほほ、一体何のツボか。あ、まあそうだね、ツボですか。いやでもあれだよ、押すやつはなくなんないよ。うん、まあいいや。こっちが出口。うん、出口左下っす。ここだけで終わりか。まあ狭い。ああ、そっちがあるんだ。意外と狭かった、うん、まあ、左手にあったのかな、ちょっと、うん、ショップに行った方がいいぞ。店いいね。あ、ペケージだ。音がいいよ、クニオくんみたいだ。うん、途切りそうか。コンボ途切りそうか。ちょっと素晴らしいね。刀いいね。あー、800。刀6ですね。長巻きはどうだっけ。長巻き4です。4か、ね、プラス1にするよりこっちの方が強いか。そうっすね。ツボ欲しい。うん、ツボあれなんじゃ、うん、ああこれはね、わ、うん、かりました。これは保存です。保存か。うん、超強い。保存もいいよね。保存増えるだってことだもんね。そうだね、枠が。よいしょ。よいしょ。歪んだ。ああそうだね。一律1600なんだよ、保存は。うん、うん、おにぎり見とけ。あ、でも買えないのか。いや、でも、長巻き売っちゃっていいんじゃないの。長巻きと、木工か飛行どっちか売って、うん、金作ってワンチャン。おにぎりが今3つあんだよね。おにぎりはまあ余裕だね。ただね、デロデロがあるからね、引ければね、保存があれといいんだけどね。この段階だと、あ。ペケ。来たな、ペケジ。置いとけば売れるんだっけ。あ、そうだよ、置くと売れる。とりあえず木工っすね。うん、ただまあ長巻きかな。うん、刀あれば長巻きいんねえからね。うん、あっちの剣何、ちなみに。あ、コンボか。うん、400か。おにぎりとかペケージ落とした。あー、そっか、竹。もう識別ね、いいね。うん、まあ、よいしょ。上の葉っぱは何ですかね。うん、ドラゴン草ね。あ、金がねえか、うん、識別はありがたい。下の酒場。うん、あ、そっちじゃねえな、横だな。うん、右行くとありますね。酒って書いてある。いや、あ、これ高くない。もう一個右だな。あれ、こっちじゃなかったっけ。やはり下なの。あ、鹿か。酒下か。春風じゃん。春風。うーむ、ここではないな。どこじゃなかったと思うんだよ、ね、先か。ああ、こっちか。あれ、うん、酒って書いてあった気したけど違う。あ、違うな、むしろあれか、さっきのところでよかったの。似てるな、サンドガサのとこ。これか、こいつか。違うね。違うよね。酒って書いてないのか。
じゃあ上のあれかな、あの丸いところかな、うん、そこかな、違うよな、違うね、刀下の酒場っつってたここの下、いやそっちじゃ、ね、そっちは違う、んそれじゃん、あったね、そうだよな、ね、やっぱそっちだよな、うん、来る、あこれな、うん、そんなことはどうでもいい、はペケージよいしょ、試練の弟ペケージなんやて、うん、こいつ相当やべえな、俺はあんたを見た瞬間ピンときたね、恐ろしい人が兄さんなんてやばくね、こいつはいけねえぜ、やべえ匂いがプンプンする、ゾウリやった、え、そうなの、ははどっちでも、おおう、そうか、せやな、せけじゃ、まあこういうやつよ、やばくないっつって、なんか雲行きが怪しいじゃ、おおすごいな、あ出たな、鬼面肩荒らし当たんねえ、当たんねえ、当たんないっすね、いやー待ちなさい、あ飛びピーの逃げピーか、あ逃げ、まあ、ピータンだったらいいか、ピータンはまあ無害ですからね、むしろあれで枯れたらでかい、美味しいみたいな、刀になったから火力上がってますね、やっぱ雑草にされたか、鬼面はね見た目ほど強くないからな、ハブーンがやばいかなこの辺だと、一撃、うん、いいですね、あこれ多いな多いな、2か、あーまあ巨大かな、うん、さすがに腐る前に巨大は食っといた方がいい、雑草、うん、だいぶ変えられてんな、雑草は溜まってきたら食うといい、まあ変化の壺用に、いやでも変化の壺なんかなかなか出ねえかんな、変化か、そうぜ、そうなんで、そういうやつなんだあいつは、お来たね、惜しいところにいるね、亡霊、あおいもうこれは、あーいけんか、いやでも矢あるよな、勝ち合えばいけるな、大きなおにぎり、多分あと矢一発でやれると思う、逃げピーね、飛びピーになったら終わりだけど逃げピーなら全然いける、あれだ、あここまで来たら関係ねえ、ああやれる、まだ硬っこんなに硬いんだこいつ、さすがにでも序盤だからか、2発でダメなんだ、あいやあれだっけ、 L 遊びしてない、してなかったんだ、ぶちゃけだから、ああそっか一回、そっか落としたもんな、勝ったいいね、しかもレベル上がった、おっきいおにぎりでかすぎる、これはなおさら保存の壺欲しいな、天魔峠、ういるね、レベル的にも結構いい感じだな、お30本ぐらいか、じゃあ結構いいね、先あるトゥルトゥン、ああ壺嵐は全然、まあそんな怖くはない、うん、だって壺持ってねえしな、
トゥ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 ハブーン。おー、ハブーン一撃でかい。刀だとなんか一撃っぽいんだよな。だいぶ強いっすね。やはり格段は強い。毒矢とか食らいたくねえな。やっぱあれが一番うぜえかんな。うむ。よしよし。お、よかったよかった。ドゥルルル。素晴らしい。マップ自体はそこまででかくないかな。うん。お松の。トゥトゥトゥ。雑草、ムカつく。雑草にさ、お前も雑草にしてやろうか、つって。お、来てるね。外すな。オッケー。そうなんだよな。ハブーンはね、結局ね、攻撃力はね、高いんだけどね。攻撃力、まあまあ、そこまで高くないんだ。確定4発。あいつ、成仏の鎌だとな、余裕なんだけどな。あいつ、1ずつしか食らわないから、何やっても。うん、そうなんだ。そう。成仏だと2発かな。いやー、山頂ね。あ、でもスムーズっすね。ほー。ちょっとスムーズだね。とりあえず、あれだね。死の使いに注意。相手が、そっか。相手が強いんだ。おー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 おおおなんで今すぐ負けた？すっ。デビルバッドゴーストだったんだ。これは意味ないから、ちなみに。あ、帰ってきた。行き止まり。帰ってきた、お前。行き止まりなんか。いや、そんなことない。ないよね。気まぐれ。おお、来たー。1回、2回行動するから、斜め関係ないか。下逃げだね。2マス来るから。うん。こうだよね。そうそうそう。強えぜ、こいつは。はず、やべえ。まあ、ドラゴン、音切り、全然、確実なら、音切りそう、うん。うん。絶対に、あ、薬草だな。うん。確実、薬草の方がいいな。この場合は。まだ序盤だから体力少ねえから。で、こいつが出てきたらパワーアップを使っても俺は全然いいと思う。実際きついから。パワーアップ、パワーアップのは、うん、巻物、そう相当できるよ、 Y で。ああ、うん、そうそう、相当すっといいですね。雑草は何だっけ。あ、それなんもないよ。あの、ただ満腹度が5上がるから、あの、食いまくっていい。あの、今の満腹度見て食いまくってていい。うん、そうだね。それしかも毒がね、おにぎりは本当に、うん、本当にどうしようもなくなったら食うやつ。きちゅい。あれ、ぶん投げるとどうなんだっけ。ん、何が。あ、腐ったおにぎり、うん、いや、なんもなんない。なんねえか。ただ、あの、すげえ2、3ぐらいしか食らわないから、別に投げても。うん。トルコ石はどうなの。いや、これは分かんないから、まあ、識別安定かな、うん、あったべ、1個。ここあったよね、うん、識別安定ですね。まあ、杖でも、あ、腕輪でも。うん。まあ、でもね、腕輪の方がいいかな。読むでいいのかな。読むで大丈夫。読むで腕輪。サビ受けだ。あ、いいね。とりあえずつけとけ、つけ。ミドロが出てくっかんね、この先。格好で使えるね。おぉ、気づいていないな。そうだね、気づかれてないときに遠くから矢とか使うといいよ。あ、矢か。そう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 。そうすると一旦勝てるから。おー、骸骨。あ、いいね。こいつ倍速にしてくれるいいやつだから。シャカシャカ。お、矢怒ってんね。だいぶいいよ、この。お、これは胴たぬきコンボを生む。コンボもいいとこあるんですけどね。錆びないっていう。あ、ピータンちゃん。いるねー。おにぎり、でも今回おにぎり銃だから、だいぶあれだね。そんなに気にしなくてもいいかな。言うてでもなー、ドロドロが怖いかんな。骸骨まだそうなんだな。これあるかんな。おー、いいねー。町田ー。
超まだシャカシャカしてる。宿はなんだっけ、前回服ステ、うん、ステータスとか下げられてもそれも、うんうん、なんかあるかね。クイ、あ、年をか。この店とももうお別れです。説明、お別れです。芸人強かったね。うん、で昔の KO 普通が昔の格ゲーのボスはマジで強かったからな。ほんとね。お、アズカリア来ましたな。お、結構あんね、ガーネット。あ、壺あんじゃん、さっき届けてもらったやつか。四角いのかな、確か。そうだね、そっちだったと思う。荷物いっぱいが、雑草食っちゃえば、うん、マジで邪魔にしかなんねえかんな。20回くすんだよな、でも5ずつだ。まあ引きは悪くないっすね。お、目薬、あ、置いとくのね。ドラゴン草か、ドラゴン草、ドラゴン草生えるわ。とりあえずまだ腕輪はいいな。ほんほん、まあ名前変わるけどね、あの前の週とかでさ、うん、あの腕輪の名前覚えてればね、かなりアドバンテージになるんで。あれなんだっけ、ん、全部見えるようになるやつ、投資、うん、じゃなかったっけ。あ、投資置いてんのか、うん、最強だな。じゃあ投資持ってればまあまあ勝てるね。うん、この間モンハンで終わられたけど。あ、そっか、うん、まあ死ぬよね。あ、ツボ、あれはね、行ける時といけない時があるんで、うん、ツボね、押すやつね。さて、多分だけど、まあ背中かな、背中だと嬉しいな。こっちだったっけ。あ、そうだね、ガイバラ先生、そっちです。いかー、何者だこいつ、何回やるんだよこいつ。が、違う。なんだこいつ。いや、参った参った、笑ってごまかせると。いや、これ合成だからな、超でかいんだよな。うーん、実際あれと引き換えても悪くないな。全然、合成がこの世にまず存在するかしないかになるからね。そういう合成をこれから作って、うん、それからあのドロップするようになるんで、あ、それまではどんなにやっても出ないんだ。あ、なるほど。そう、このイベントじゃない、こなさないと出ないっていう。超大事、合成めっちゃ強いから。むしろ合成がないと、うん、あのフェイはほぼほぼクリアできないし、強化と合成のゲームです、あれ。それぞれもやっていけば分かるようになるよ、世の中合成なんだな。ああ、子供戦車2体キッズ、子供戦やばいですね。よしよし、子供戦2体は無理だな、2体は無理だな。子供戦はきついね、強いよ子供戦は。お、いたね今。あ、もう一体いるな。お、待たいんだ。子供戦士は超いる。あ、デブ、なんでここの辺、あ、あ、やべえ、チビタンクになった。下がんないと無理だな、とりあえず。うん、こっちにどうなんだろう、気づいてんのかな。あ、いなくなった。チビタンクは今のレベルじゃ無理だな。無理やね。てか、この線多すぎじゃねえか。どんだけいるんだよ。あー、足後ろに。デブータ。やべえ。あ、
いやでも倒せる、うん、一発当たってもいい、ね、そうなんよね。あ、こっちからはいけねえのかこれね。あいつがそうだね。これでふうふうふうって感じですね、とりあえず、うん、ふう。いや、なかなかやれんねえ。お、もう骸骨窓、そっか、まだ骸骨窓、死の使いとかも出てくるもん。あ、場所外。お、気負った。そう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 、いやー強い、やっぱ強え、こいつ。子供戦車とこいつは本当厳しいね。厳しいね、うん、子供戦車がいるエリアで大部屋の巻物は絶対使っちゃいけないから、あの逃げらんなくなるから、うん、うぜ。お、骸骨窓の杖、これがね、俺はねあんま好きじゃないんだよ、骸骨窓の杖。そうなんだ。なんでかっていうとランダムだから、ランダムだし敵強くしちゃう可能性もあるから、うん、吹き飛ばし入れ替えで敵倍速とかなんかその辺だから、うーん、デメ、お、これそうだね、こうなるんすよ。豚さんはめんどいぜ。真空切りか、まあ、真空切り強いっすね。命の草あんじゃん。ほんとだ、いつの間にやるやん。真空切り2個 ?2 個だった、これで、あれ、もう1個持ってなかったっけさっき。いやー、あ、なかったか、初か、じゃあこれが、うん、あれだね、チビタンクどっか行っちゃったね。助かったな、あれ強えぞマジで。あ、あ、そうなんだよね、それなんだよね、あかんやんこれ。なかなか厳しいっすね。お、でも動けないんだあれ。お、いける、おー、一発耐えたな。でも待て待て待て、音切りそうか、薬草がない、ないね、こういう時にない、使うしかない、うい、バカ野郎。でも使うしかなかった、うん、まあ強いね、まあ、使ってなかったら死んでたから、うん、待って、吹き飛ばしね、吹き飛ばし、場所がえ、倍速、2、そうなんだよ、そんなもんなんだよね。あー、そっか、飛ばしもあんのか。どっか行っちゃったか、子供、ん、チビタンクか。おー、とうとう綾菜ですね。これがな、ここでな、輝くんだよな、この豚が。豚がね、このエリア輝くんすよ。あ、出た、ジジイ、親切なジジイだっけ。そう、こいつは壁だね、うん、あ、雑草、雑草、まあ雑草ならむしろ枠を広げてくれて、あ、このクソジジイな。あ、あ、倍速になってる。あ、バス、何やってんだよこいつ。あー、豚が斜め、おー、おー、あかん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 。一応斜めは矢ならいける、攻撃は飛んないけど、とんでもねえ速い豚、速い豚やべえ、嫌ですね、速い豚。それ正解だね、うん、まだ骸骨窓ならいいけどね、あのね、魔人以降になるときつい、魔人魔王ってあるんだけど、うん、おにぎりいいね、おにぎりあれなら、あー、まだ早いな、うん、
こういう時にね、ツボがあるといいんだよね。腐るのが本当に怖いからな。もう腐ったら本当に場合によっちゃ罪だからね。あやな。外すね。外すね。外すね。デブった。まあ、ほんと、まあ、試練はな、だいぶ外すかんな。だからね、必中の剣取るとね、めっちゃ気持ちいいよ。絶対で数、お、いいね。はい。飛ばすね。杖なんなんだろうな。杉の杖か。気になるね。お。単純に火力がやばい。火力とあれだね、移動距離がやっぱ2マスずつなんで、うん、きちゅい、きつい。このエリアで多分本当に一番めんどくさいのは、そうだね、まあ、戦車もあれだけど、うん、まあやっぱね、死の使いかな今んとこ。お、外国の窓大したことねえかんな。こいつ運ゲーだから完全に。お、出たな。そうなんだ、あのね、石投げがね、めんどくせえんだよ、こいつは。お、いいね、識別。あ、後ろにいるんだ。ジジイが投げたのかと思った。本当だよ。裏切り、突然の裏切り。あ、いるね。子供選手。ダメなやつじゃね。だいぶ、まあちなみに子供戦車は2ターンだね。うん。真空切りってこのまっすぐ行く？まあ真空切りまっすぐ。まあドラゴン装でもいいし、任せますそこは。どっちだっけ？何が？読むか投げる。いや、読むで大丈夫で。うん、投げるだとダメです。強い。さすがに死ぬ。気づいてない？いや、あれね、盗んでる状態だと逃げるしかしないから、1個しか盗めないから。そうだね、そういうことっすね。そして雑草、上に刀あるね。あれなんだろう、あ、矢か。いや、たまるね。え、53本ある。そんなに結構なかなかないぞ、それは、うん、持ってるね。なかなか持ってんの。おにぎりもね、巨大がいきなり2個出るしな、なかなかいいっすね。お、順調なんで、お、これクリアできんじゃねえか、これ。初めて。10回か、10回、初めての10回か。まあ、豚がめんどくせえよね、やっぱね。お、腕は。お、サビ受け2個目いらねえ。売り用ですね、とりあえず。今後も売り用かな。まあそうだね、あの枠圧迫するようだったら捨てちゃえばいいし、いざとなればぶん投げましょう。そうっすね。まあ使わんかな。お、出たな、迷子に。すん、この間死んじまったやつこれね、大事。てかこの間モンハウが出たから死んじゃったんだっけ。いや、確か違った、ね、あ、なんか戦車にやられたんだっけ、うん、お、おにぎり出した。できる。おい、巨大なおにぎり、これできますね。だいぶコンボ2本はいらねえな。そうだね。あとはね、鉄の矢がね、1本でね、圧迫してる時とかはね、まあ、うん、そうだね、置いとくのもいいかも。邪魔くせえこいつ。何、おにぎり踏んづけてる。罰当たりだ。農家のおじさんに謝りなさい。割とでも農家のおじさんとか気にしてないからね。お、ほら、よく言うじゃん。わあ、タコレプト入道。これはお前ら最悪のコラボレーションだな。やってもいいね。ちなみにあの、あ、まあいいや、うん、全然大丈夫だよ。いや、ワンチャンこれに
振るは1回で終わるの？いや振るはあの回数何回か、ただそれもね識別で見ないとちゃんとした回数は分かんない。骸骨窓が落としてたらでもなんだ振るか、おおいいね、飛ばしたね、普通に攻撃でいくかな。うん、入道火炎入道強えぞ。ちょもう一回死ぬじゃん、ここはもうあれですよ、これは回復は、あ一応でも音切れそうあんのか、強え、強こいつね、えこいつこの段階で出ていいのってぐらい強い感じ、うん、嘘でしょっていう、いやー火炎入道強いね、次の杖2本目か、おおパコレプキンいるか、さおおとぎそういいね、うん、まあ作っちゃってもいいし、何の杖か、そうなんだよね、ああ場所替えか、悪くないっすね、お攻撃してこなかった、あれ今さあの場所替えだったじゃん、うん、名前つけとくといいよ、うん、分かったやつは、あなるほど場所が分かった、こっちやった、うんそうね、場所って書いておくと、 Y を押してみ、そう点々になるんですよ、 X だとあの半濁音になるから、要はちっちゃいようだね下の、そう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 、これでやっとくとこれそう、うん、識別しないで自分で、あやるときはね、これでこのための名前だから、うん、あとコンボ捨ててっちゃっていいかもね、二足三本だし売っても二本はいらねえ、うん、おいいね真空切り出たよ、おおパコ嫌かな、うん、動いてないんだったら、あーシロさん、これはね、これはさようなら。ドラゴンソウは届かないか。いや全然いける。読めばいける。ああいけるよ。これ場所変えしたらそうだね、ワンチャン、いやでも女の子死ぬ可能性もあるな。貫通なんだよね、あのチビタンクになると。貫通機注意よ、おーおー、ノロージョも来たか、なかなかあれですね、これは面白いことになってんな、まずこうで場所映えなんだよね、これは、あーそうっすね、うん、あ一緒なんだ、そうっすね、うん、なるほどなるほど、まあ杉の杖だったからね、うん、さあかじゃあよし、あこれうわ、そうなんだよ、あマジあの画面の全員に当たるっていう、うん、全員ってそういう、そういう仲間にも当たります、ちゃんとゲームボーイ版だと書いてくれるんで、真空切り仲間にも当たりますみたいな、優しい優しい、まあしゃあない、心がちょっと痛くなる、ジョジオ、あーノロージョさん、あーこいつもね結構ねいい火力なんだよな、おおパコちゃん無理っすねその位置、うん、こいつだけか、
そう、あっちはいけるんだよ、こっちはダメっていう。ここでおとぎにそうかな。23、危なかったな、おとぎそう食ってなかったら死んでたな。お、はまってるね。おお、出た。 あれですよ、どっち外れなくなった、勝てっつった。あー、飛行か。まあでも今んとこいい盾も出てないしな、あんまりダメ、ノーダメージだな。あー、いやでもあれだな、オドロの時下がんないよな、多分錆びねえかんね。もうパコちゃん、パコレプキン、あいつはまあそうなんだよ、そういう感じなんだよ、気まぐれなんだよ、結構追っかけてこないんだよな、なんか来たり来なかったりする。おお、なのさ、お前らはよ、火炎入道、ここで火炎入道はきついな。ドラゴンある、うんうんうん、骸骨魔道ある、うんうんうん、これはまだ分かってねえやつなですね。待って、単発でしょ、結構減るかんね、しかも、うん、うむ、まあ、そうだよねなっちゃうんすよね。そうだよね、なんとなくは分かった、これは罪ですね、うわーっていう、ね、だいぶね、初めてやった時俺も絶望したよ、ギリビショックって、最後の晩餐だっていやでもだいぶいいよ、うん、俺最初だって全然行けなかったもん、ここまで、うん、テーブルマウンテン入れるようになるまでだいぶかかったかんな、うん、知識ゲッスよ、このでもね、この初見殺しのあれがさ、やっぱいいじゃん、これ教えちゃうと寒いじゃん、こういうのって。確かに面白くないよな、そういうことねってなっちゃうもん、ね、なんかすごい、ね、あのさ、なんなん今日はなんなんだ5匹いるんだけどいや、なかなか見れねえぞ、開幕5匹。セルフモンハンって何？すごいね。しかもレベル1、これでレベルが上がれば。おお、OKOKOK。耐えたね。あっ、おお、頑張った。超、おお、来るね。まあ、豆さんならいけるべ。うん。すごいね。開幕俺そんなに来たこと、なんかいても2匹で。ダリーの来た。もう何なんだよ。あー、もうめちゃくちゃだよ。あーもうめちゃくちゃだよ。あるある。あ、そこで外す。うん、それあるな。これは今日終わりだな。時間的に。ててん。あー、そっか。うん。あー、もう12時半か。そうなんだよね、いつもね、やっちゃうとね、2時ぐらいになっちゃうからね、ちゃんとね、時間決めてやるようにね。そういう感じっすね、とりあえず。どうでしたか、今日。11回まで行ったけど。うん。まあ、火炎入道の怖さ分かったっしょ。あれ、強えんだよ、マジで。なんとなくそうかなと思ったら、やっぱりそうだったね。恐ろしいでしょ、あれ。あれは何、ぶん投げればダメージあんのかな。あのね、ドラゴンソウね、遠投のね、腕輪っていうのがついてれば、うん、ぶん投げででも効く。あ、トジロあれやった方がいいよ、最初。まあ、一応冒険出るにしてみて、うん、そうそれでやって、うん、でちょっと降りてってフェイをね、最初やった方がいいです。右、うん、で上そう、これ謎解き問題があって、これをやっていくと、知識がついてくから、試練の。で、50問全部解くと、あ、そっか、2個やってやんのか。ドラゴン、そう。マムーンね、マムーン強いかんな。そう、そういうこと。これ基本的なあれをね、ここで学べるから。
ていうのをね繰り返していくと知識ついていく。なるほど。お、識別じゃん。でこれをもらうじゃん、うん、あ、いいの出たなと思ったら、うん、蔵に置いといて次のあのあれ、あ、あの糧にする、うん、なるほど。識別はまあ普通にいいからね、うん、そのとりあえず置いとこうかな。そう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 、蔵に。あれ蔵どこだ。そこ、ちゃちゃちゃ、右右。なんか食って見えた。あ、確かに。ここですよ。お、なんかでもおにぎりと、何それは、何だろうな。あ、目薬か。いや、目薬どうせ使わんし。よっぽど切羽詰まってないと目薬とか使わないでしょ。まあでもね、あの、目潰しされて、いや目潰しはもうされないから大丈夫で、うん、もう仲間になってくれるだろうから。いや目薬はね、でもた、あのね、あれだけじゃないから、あの罠が、うん、下にある罠を見るもんだから、うん、超使うよ、だから、うん、なるほど。地雷とかさ、うん、そういうのが見えるようになるんで。そうなんだ。かなり強いし、それ使うわね、うん、相当大事だよ。こんな感じですね、とりあえず、うん、じゃあとりあえず今日はこの辺で、うん、終わりたいと思います。まあなかなかね、まずはテーブルマウンテン攻略ということでね、ヨヨさんもね、いずれフェイをやることになると思うんで、ね、あ、余裕で100回以上死んだよ、あれ。すげえよ、マジで。20回まで、だって俺クリアするまで 20回すら全くいけなかったから、ね、うん、あ、じゃあ終わります。いやいや、お疲れです。